ございます。かわいい、きれい。よいしょ。お花のアバターの方、お花ありがとうございます。かわいい、本当にありがとう。綺麗な花をくれて、ハトが来た。ゆっちのアバターの方、ハトありがとう。プリンのアバターの方もお花、うわー綺麗。インナーバターの方、お花ありがとう、綺麗。犬のアバターの方、お花、あ、お花じゃないや、ハートありがとう。お花のアバターの方、ハート、ハートじゃないや、お花ありがとう。レインボースターもありがとうございます。すごいね。ちょっとね、明日のね、あ、なんだこれも、お花かな、これはなんだ、ハス、ハスじゃないか。私のアバターの方、お花ありがとうございます。明日公園なんだけどね、メイクポーチがパンパンすぎるんですよ。だからちょっとね、大きいメイクポーチが買いに行かな。かな、ちょっと重すぎるからね、メイクポーチが。いらない、使わないものもね、持っていく癖があるからね、使わないものは置いていこう。なんかないかな、いつも絶対に使わないのに入ってるものは置いていこう。もう使わない、使わない。使わない、使うものだけ持っていけばいい。なんか心配性だから結構何もかも持っていきたくなっちゃうんですよね。そうだからちょっとね、要注意よ。あと、あんまりね、いらないものを持っていくとね、重い。よし、これでいいや。
しょ、これでいいや。うん、なんかめっちゃ断捨離したいんですよ最近。もうなんかそんなに、なんだろうな、なんか1週間に1回ぐらいなんか断捨離したくなる。家のものも全部捨てたいなんか本当に全部とは言わないですけど、なんかね、でもすごい定期的にね、断捨離するからね、もう家に捨てるものがないんですよね。だから断捨離しようと思ってさ、クローゼットとかさ、戸棚とか開けるんですけど、断捨離しすぎてもう生活に必要なものっていうか、もう選びきったものしか選びきったものしかないんですよね。だからさ捨てれないんですけどね、なんかまだ多いんだよな荷物が。きっとまだ不必要なものあるはずなんですよ本当に。すごい、私のアバターの方ハートたくさんありがとうございます。お花のアバターの方もハートありがとうございます。嬉しいです。私のアバターの方ハートありがとう。ブリンのアバターの方かわいい、ありがとうございます。いやでもまだねあるよ不必要なもの。絶対にある。私のアバターの方ハートありがとうございます。私のアバターの方ハートありがとうございます。そうそうそうなんです。あ、ハート100個ありがとうございます。今日はなんかショールーム2回目ですね虎のアバターの方お花ギフトありがとうございます。今日は夕方の、まあ、6時前ぐらいに明日よろしくっていう AKB48 グループの明日よろしくっていうのがあって、それをやったのでね、ちょっとあまりあれなんですけど、 SK のアバターの方お花ありがとうございます。私のアバターの方もお花ありがとうございます。この花びら本当に可愛いね。そうそう、いや本当はねあれなんですよね。そうそう、すごい、ナスビのアバターの方も花びらありがとう。そう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 、あのね本当はねもうちょっと前々からね、何時ですって言えとけばよかったんですけどね、ちょっといろんなあれが合わなくて、そう何時になるかわからないかったんですよね。そうそう、ちょっと今日はもうちょっといろいろどうなるかわからなかったから、だからもうキンキンのね、なんか時間を言っといてまたなんかその時間をずらしちゃうとまたあれだしね。でもわかんないからわかんないなーって思って、そうどうなるんだろう、わかんないなーってなってて、だから10分前ぐらいにもう今ツイートしちゃうと思って、そう確実にできる時間が決まってからやりましたね。そう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 、そう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 ですねそうです。でもなんかすごい自分のアカウントと錯覚しちゃった途中からそうなんです、自分のアカウントかなって一瞬錯覚した。すごいもう毎日やってるから、私2年間やってるから、そうね、ショールーム、そうなんです、2年間やってるからね、ショールーム
個人配信だから改めてやるのも変な感じだったけど、ありがとうございます。とてもは昨日が横にゃんさんがやって、横にゃんさんから私に回ってきて、私が川島に回しましたね。です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 ので、ぜひよろしくお願いします。ももたんのアバターの方、お花ありがとうございます。嬉しい、かわいい、今月のなんとかギフトマンスリーギフトみたいなやつ、かわいいね。サンのサイリウムカラーに色が似ててかわいい。電話をつ一応電話かけたんですけどね、同じ部屋にいたからね。ありがとう、綺麗な花ね私のアバターの方、花ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、もう本当に明日久しぶりに劇場公演だったからね。そう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 、今日はちょっとお家からやらなくて、そうオフィスからやったんだけど、一緒に練習してた、みんなに助けられながらそうだから同じ部屋にいたからね、そうそうそう、はうっちゃうから、一応最初は電話つなげたんだけど声聞こえるからもうそうなの。そうなんです。まあそんな感じで見てくれた人ありがとうございます。でもね、嬉しかったです。明日本当に久しぶりだな、公演。大丈夫かな、ドキドキ。明日さやちゃんの生誕祭ですね。はい、そう明日公演頑張る、本当に頑張ります。あ、今ね9時から10時までそう大富豪やってたんですけど、私自分の順位の中で今ね、あもう今順位ランク変わっちゃったかもしれないけど、やりまくって今自分のランキング10位まで入りましたので、ぜひ皆さん草を抜かしてくださいね、はい、みんないつもたくさんやってくれてありがとうございます。自分でも頑張って、珍しく。そうでも全然寝られないの、もう今日も朝起きて、でも一回一回大富豪やるよって言ってない。朝起きてとりあえずね、歯磨きしながら2回やったりとか、とりあえず隙間の時間ができたらすぐにやるようにしてて、まとまった時間1時間30分とかあったらお知らせするけど、とりあえず何もない時は朝から晩まで時間ができたらとにかくやるようにしてて、そう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 、全然大富豪になれない、貧民と大貧民ばっかり、本当にそうなのそうなんですよね。テロップが出た、ありがとうございます。え、最近出てたのに出てないわ、ありがとう。そうなんですよ、本当に皆さんもぜひたくさんやってください。あー SK のアバターの方、綺麗なお花をありがとう、かわいい。うん、大富豪にね奇跡的に1回なったとしてもね、すぐにね落ち、1回で落ちるの、2回継続できないの、本当に
ね、10回大富豪やったとしたら8回は貧民か大貧民ですね。だからもう諦めてる。そう、お花のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。だから私はもう大富豪とか富豪で頑張って稼ぐんじゃなくて、なりすましね、使っても落ちるんだもん。だってなりすましあるけどさ、でもそんなに枚数ないじゃないですか、貯めてる分しかないじゃないですか。だからさ、でもほんと1回で落ちるの、私勝てないの。なりすまし使ってもさ、そのなんだろう、なりすましで大富豪になったとして、それでゲームをプレイしても、そのなりすまし大富豪で1位にならないと意味ないじゃないですか。なりすましを使って大貧民になるんですよ。めっちゃもう無理なの、ほんと無理なの、ほんとめっちゃ弱い。そうそう、だからね、そう、質より量で頑張ってる、うん、だからもう本当にもう無理なんだと思う。なんかもう本当に無理なの。大富豪にはね、奇跡的に慣れたりするんですよ。慣れてもね、あの落ちるんです、その瞬間。たまにショールームでやるからよくわかると思うんですけどね。てか今日ね、うん、そう、今日とかもね、まあゴールデンベッドタイムね、配信しながらねやろうかと試みたんですけどね、めっちゃ回線混んでてね、あのショールームしながら大富豪できなくて、そうなの、もう泣く泣く諦めた。まあでもツイートしてるのでメールでも送ったんですけど、あー、そう、富豪でなり、別にね、なんか、ね、なんて言ったらいいんだろうね、あの富豪とか大富豪になってもそのゲームで1位とか2位にならないと意味ないじゃないですか。なりすましで、みんななりすましってたくさん言ってるけどさ、なりすましで富豪とかあの大富豪になったとしても絶対に3位か4位にしかなれないんですよ。もうどう頑張っても無理なんですよ。もうだから使わないの私。そうそう、勝てないから無駄になるだけだもん。そう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 、だからもう何回も やるってポイント貯めるしかないよね。うん、都落ちの心配ないよとか、都落ちしなくても4位になるし。もう本当にね、本当にもうね、泣きそうになった。そうなの、もうダメなの。だからもう寮で頑張る。さんは、思います。でも今10位だから自分のね、自分のランク頑張ってる。私も私なりに、そうね、大富豪タイム終わった。9時から10時までやってたから、ゴールデンベッドタイム毎日ね。あのでも明日は公演があるから普通に無理だと思うんですけど、あのゴールデンベッドタイムっていう10個ハートがベッドできる時間があるんですよ、9時から10時。それはまあ公演とかお仕事とかが入ってたら普通に無理だけど、そうじゃない時はなるべくその時間にやれたらいいなって思いますね。うん、あとはまあ隙間時間にちょっとでもやって頑張ります。私のアバターの方、お花ギフトありがとうございます。綺麗、綺麗、そう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 。だから9時からね。でも普通に明日とかは公演が終わるの自体がもう9時近いからさ、
ね、その後反省会あったり帰りの準備あったりってなるとね、公演のある日とか、まあお仕事のある日はできないとは思うけど、まあでもちょこちょこ頑張ります。私もちょっとでも高い順位に、3位以内に入れたらいいなって思うけど、でも強いから 難しいかもしれないけど、ちょっとでも高い順位に個人としてもいけるように、頑張りたいと思います。みんなも協力よろしくお願いします。そう、もちろんチーム戦なんだけど、そう、個人としてもね、3位までに入ったらみんなでも出れるし、かつ VTR にも出れるっていうのがあったりするから、やっぱりね、ちょっとでも映った方がさ、知ってもらえるじゃないですか、やっぱり。だから頑張る。なかなかね、頑張るから、みんなも頑張ってくれたら嬉しいです。私も頑張ります。なんか争い事が好きじゃなさすぎて、めちゃめちゃおおって感じなんですけど 頑張る。そう、昨日はね8位とか9位まで落ちた時もあったと思うんだけど、今日頑張って、自分でも頑張って、ファンの人も頑張ってくれて、今ケッツの中では7位なんですよ。そうだから頑張って、あと4つ順位を上げて3までに入れたらもう嬉しい。頑張る。でも私はイベントに参加することがないから、今回も多分チーム戦じゃなかったら、個人で誰か1人がテレビ出れますよだったら普通に参戦してなかったと思うんですけど、みんなで頑張る競技 私は今回はそのイベントなので頑張りたいと思います。そう、今までイベントに全然参加してこなかった、まともに参加したの1回だけ、パッション4ユーの広告選抜だけだったから、ファンの人もさ、多分準備できてない人が多いと思う。今までやっぱりこうなんか CM 選抜とか、あ、そう、 CM の大富豪の CM とか、なんか他の企画とかのイベント今までやってきたけど、それで培ってきたメンバーとかファンの人とかのやっぱり強いし、だからでも不参はやってこなかったから。ね、初めて、大富豪のイベントに参加するのは初めてだからあれなんですけど、頑張っていきたいと思う 思います。うさぎのアバター方、ありがとうございました。そう、楽しみながら頑張る。そう、楽しみながら頑張ってください。私に会えたら嬉しいですね。お願いします、みんな。さあ、もう頑張る。私も頑張ります。からお願いします。う、明日は公演だ。緊張する 緊張するね。そう、いつぶりかな、ちょっと久しぶりになっちゃったから緊張するけど、頑張る。公演もよろしくね。公演あるので明日。そうそうそう、公演の方もよろしくお願いします。たたたらたたた。
そうね、頑張るぞ。おー、眠たいね、眠たい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 。今日は6月なんだね。いつかふさんを公園で見たいです。あー、見てください。早いね、もう6月ですって。今日からあっという間でしたね。5月が終わったのはもう6月ですね。昨日はキャさんとサキさんの最終日だったので、 SKE の。そうだから今日から私は休憩の中で最年長になってしまいました。レインボースターありがとうございます。頑張ります。そう、昨日夜遅い時間にブログ上がってて、うん、だからもうツイートできなくて、今日ツイートしたのでめちゃめちゃ長くなっちゃった結局。なので呼んでください。お花のアバターの方、だるまギフトありがとうございます。そうそうそう、とても長いのですけど書いたので、ぜひね読んでくださると嬉しいです。お願いします。するいやきついね、なんかね、道歩いてるだけでめっちゃ涙出てくるんですよね。いなくなってやっぱり気づく。あの、そうなんですよ。もうなんかカフェの前とかご飯屋さんとか通りかかってもさ、キャさんと来たなって思っちゃうんですよね。ね、何なんでしょうね。そう、あ、お花ありがとうございます。男の子のアバターの方、やっぱりなと思って。まあ、強くならなくちゃ。いや本当にこんなにさ、ワンワン泣いてさ、こんなにきつくてさ、もうこんな思いしたくないって、もうニコニコ笑ってたいって思ってるのにさ、今月にはさ大好きなソザさんもさ卒業が決まっててさ、もう本当にもう私悲しくてどうかなっちゃいそうだよ。そうなんですよね。いやー、こんな思いキンキンで2回もしないといけないのかって。そうなんです。そう思っちゃう、思っちゃってる。そう、そうなんですよね。もう頑張ります。もうすごくて、でも本当にこのなんか感情がすごい動きすぎて、めっちゃねできたことない位置にめっちゃねニキビがわーってできてね、ジンマシンかなんかわからないんですけど、この辺とかもね、もうなんかねやっぱ環境の変化っていうか、もう悲しいことが続いてたから、もうすごいなんかもうファーって感じですね。そう、自分ももうなんかね、こうなんだろう、
ファンの人の前ではとかでは強くいるつもりではいるけど、結構心とか体はもっとそれ以上にあれしてるんだなって、寂しいって思ってるんだなって思いましたね。すごいスーパーマンみたいな。あ、まだあの方、お花ありがとうございます。そうね、まあでも頑張ります。それでも頑張る。そう、それでも頑張る。それでも頑張るの。頑張る。さんは強くなるために頑張る。そうなんです。すごいなんかシーンとなっちゃった、ごめんなさいね。みんなもだから温かい目で見守ってくれると嬉しいですね。そう、そうですね。本当に頑張りますけど、頑張ります。お肌のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。あ、初見の人がいる、ありがとうございます。なんか霧がよくいいから、まあそうですね、11時ぐらいまでやったら終わりにしようと、終わりにしようと思います。はい、はい、ゆっちのアバターの方、お花ありがとうございます。今まであったっけ、このなんかパラパラ降ってくるお花みたいなの。とても綺麗ですね。これは私のサイリウムカラーみたいな色だから余計に綺麗って思えるね。今までなんか花びらが、桜とかはあったけど、桜もすごい綺麗でしたよね。やっぱお花びらって綺麗ですよね。5月はもう桜もないしね、桜もないしね、花がチューリップとか咲きますけれども、チューリップかわいいよね。ひまわりもかわいいな。スミレもかわいい。あ、かわいいのでフォローします、ありがとうございます。なんかハトとかのギ、さっきハト誰か飛ばしてくれたよね、ハトポッポね。梅雨はいつまでなんだろうね。今日はすごいあれだけど、今日はどでも暑かったですけれども、夏はひまわりどうかな。ひまわりかわいいよね。そう、ひまわり大好き。あ、アジサイも綺麗ですね。アジサイも好き。でもアジサイはちょっと見るだけがいいですね。触るとナメクジがよくいるから、なんか、ね、田舎あるあるかもしれないけど、綺麗いいと思って近くに寄ったらナメクジがうじゃうじゃいる。広島の私が住んでたところの道に咲いているアジサイとか、人のお家のお庭に咲いているアジサイ綺麗と思って近くで見たらナメクジまみれ。で
花がすごい可愛い。アジサイ可愛いよね。ね。好きな花、ひまわりの。さっき言ったよね、スミレも好きだし。なんだろうね。チューリップも好き。なんか可愛い花が好きですね。パンジーとか好き。そう、私さ、自分で言うのもさ、めちゃあれだけどさ、なんかいつかさ、なんかファンの方がさ、あーすごいありがとうございます、初見の人が、あのジュリアナ東京みたいにしてくれた、ありがとう。このミラーボールを、そうそう、なんだっけ、なんだっけ、何の話だっけ、あ、お花か、そうそう、なんかさ、あのファンの人からさ、お花もらう機会さあるじゃないですか、ありがたいことにさ。あのこの前とかだと、まあ、生誕祭とかね、そういうのがあるじゃないですか。でさ、そういうのってさ、よく切り花っていうか花束、花束でこう、はいどうぞってこう渡されることが多いじゃないですか。あー綺麗なお花をありがとう、私のアバターの方綺麗。そうそうそう、だけどさ、それってさ、すごいお家でさ、花瓶でさ持って帰っていけたりするけどさ、やっぱりさ、お水を変えててもさ、切り花ってさ、切ってこう花束で、はいどうぞって渡されるやつってさ、もう枯れちゃうじゃないですか。いつかさ、だからふさんさ、もう鉢で欲しい。そんな人メンバーいないのかな。鉢に、なんかちっちゃい鉢でこんな大きいのだったな、ちっちゃい鉢にさ、ちょっと一本パンジーが咲いてる、咲いてるのだけとかで、すごい嬉しいですね。そしたらさ、お家でさ、プランターにとかに植え替えてさ、水をやったらさ、ちょっとずっと育てられるじゃないですか。そう、お庭にね、ベランダとか、そう。でもさ、鉢にさ、なんだろうな、こうバンってたくさんいたらさ、なんかこう栄養を吸収されてるか、パンジーポッぐらいがさ、なんか育てね、なんかもう、なんか切り花とってもね綺麗なんだけどね、なんかすごい終わりが来るのが悲しくなっちゃうんですよ。そうだから、鉢で根っこがついてて、水をやったらずっとずっと育てられるやつが欲しい。無理なのかな。そう、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか、ファンの人がさ、あの送ってくれるお花束。そう、あれさ、もう枯れちゃうのが本当にもあれですよね。そうそう、この前の生誕祭でもらったやつもね、もう枯れちゃったの。そう、生けてたんだけど部屋に、枯れちゃった。こうやってじょうろで毎朝お花に水をやって、犬のアバターの方、お花ギフトありがとうございます。そうそう、なんかね、すごい、めちゃくちゃ綺麗なの、あんなに綺麗なのに枯れるから切ないですよね。でも逆にそれがいいのか、枯れるからあれなのか。枯れるから風情がある、切なくて、どうなんだろう。笑顔が最高に可愛い、ありがとう、嬉しい。球根。球根ね、レインボースターありがとうございます。球根に誕生日おめでとうって書いて1個渡す、生誕祭で。ユッチのアバターの方、花束ギフト、花びらありがとうございます。
ね。でも私すごいね、目を出させる作業がめちゃくちゃ苦手なんですよね。ひまわりとかもさ、こう早く咲きますようにって言って水をジャージャーあげちゃってさ、こう種からポッっていうのにできないのそうだからある程度ニョキニョキ育ってからの方が嬉しいですね。種から芽にする作業がめちゃくちゃ不得意なの。お水をバサバサあげてゆっちのアバターの方、花束ありがとうございます。そうそう、お花のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。私のアバターの方、花びらありがとうございます。そうなんですよね、って思ったりしますね。水あげたくなるよ、それは仕方のないことですがね。プリンのアバターの方、尊いギフトありがとうございます。朝顔育てたい。今年こそ絶対朝顔育てよう。今かな、まだ早いかな。いつ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 、土ってどこでさ売ってるかな。絶対めっちゃ朝顔育てたい今。育てたい、いつ、今、私のアバターの方、花びらありがとうございます。ハートの持ったアバターの方、花びらありがとうございます。朝顔育てたい。育てようかな、育てよう、朝顔育てたい。なんかでもスーパーとかね行くんだけどね、種はね売ってるんですよ。でも土がね売ってないんですよね。土が100円ショップでも、そうなんだ。去年めっちゃ朝顔育てたくて、でも思い立ったのが夏だったからもう無理だったんですよね。朝顔育てたいですね。明日朝顔売り切れちゃう。そうなの？なんで？私何かを育てること好きなのかな。たまごっち育てたりとかさ、花を育てようと思ったりさ。そうなんだ、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 そうなんだ。朝顔可愛くない？朝顔いいよね。なんかさ、名古屋に来てさ、夏を感じないんですよね。季節を感じないんですよね。そう、まあ広島に住んでた時はさ、まあ、そんな名古屋ほどさ、都会都会してなかったからさ、夏になったらさ、朝顔がわんさか咲いたり、ひまわりがわんさか咲いたり、みん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 、セミが鳴いたりとか、いろいろ夏だなって感じだけどさ、名古屋はなんだろうな、そうそう、あんまりね
セミミンミンわーもううるさすぎてみたいなところないから、なんか季節を感じるのは花がいいかなと思って。そう、すぐ襲っていうかな。朝顔かわいいもんね。朝顔の花かわいくないですか。朝顔の花かわいいよね。今日家の庭用にお花買ってきた。素敵。紫陽花もかわいい。かわいいね。でもアジサイ家で育てるのちょっと難しそうですよね。ね、いい朝顔育てようかな。いいね。ゆっちのアバターの方、お花ありがとうございます。ふさんが浴衣で花火して、僕の打ち上げ花火やりたいな。あれいいよね、公園の曲で。そうそうそう、いいよね。ね、青春ガールズ公園。青春ガールズ公園はやっぱいいよね。僕の打ち上げ花火本当に私好きだったからすごいよ。良かったですね。でね、いつも浴衣が着れるし。夏が来るね。早く6月終わんないかな。6月が終わったら夏が来るんだよ。夏が来たらね、嬉しいね。早っ。なんかこの前ハッピーニューイヤーって言ったのに、こんな感じでもう今年も終わっていくんだろうな。春が終わったもんね。夏が来て、あと秋と冬。はやはや頑張ろうね。そうですね、いいよね。今年もね、今年も暑くなりそうですけれども、一緒に頑張りましょう。みんなで一緒に頑張れば怖くないさね。頑張ろう。眠たくなってきちゃった。そろそろ終わろうかな。すごいすごい眠たい。すごいすごい眠たいよ。アイスかき氷食べまくります。あ、私さ今冷凍庫の中に白クマアイスあるんだった。白クマアイスあるんだけどね、なんか食べる気が起きないんですよね。そうそう、なんかもうちょっと暑くなってから食べたい。なんか今言うても夜さちょっと涼しいじゃないですか。だからもうちょっともうなんか、うん、そうなんです。さんさ、なんか楽器弾けるようになりたいです。なんか楽器弾けるようになりたい。そうですね、白クマアイスの豪華なやつ。そうなの。なんか先月食べた白クマアイスの300円ぐらいするやつですね。いやもう終わりにしよう。本当に眠たい。無理。髪乾かし、今日はこれからこの配信を切ってお風呂に入って髪を切って髪を乾かしながら大富豪でもしようかな。
ちょっとでも空き時間ができたら大富豪する。頑張るね。もうねめっちゃ目充血するよね大富豪。頑張るわ。ありがとうみんな。明日は公演頑張るね。バイバーイ。おやすみなさーい。